渡辺雄大は、新潟県三上市出身のプロ野球選手。左投げ左打福岡ソフトバンクホークス所属。三上市立四日町小学校出身。三上市立第一中学校1年生の時から、同校の軟式野球部で野球を始める。長岡市の中越高校に進学し、3年生の時に背番号1をつけエースとなる。 三年生の春の春季北新越大会において決勝に進出。三年生の夏の第九十一回全国高等学校野球選手権新潟大会において4回戦は完封勝利、準々決勝は関東勝利と高等を見せ決勝に進出するが決勝戦で日本文理高校に敗れ甲子園出場はならなかった。青山学院大学に進学し二年生の時に 投手としての特徴を出すために、それまでのスリークオーターの投球フォームから、サイドスローに変更する。大学時代は公式戦の登板はなかった。野球部の同期には、杉本博太郎、東条大輝1学年後輩には、加藤匠場2学年後輩には、吉田忠史奈がいる。2013年12月6日に行われた、b c リーグドラフト会議にて、 新潟アルビレックスベースボールクラブから指名され、入団した。背番号は51。2014年は19試合に登板し、77回、1、3を投げ、7勝2敗、2関東、防御率2.91の成績を残す。2015年は33試合に登板で87回、1、3を投げ、6勝3敗、3関東。 防御率2.78の成績だった。2016年は中継ぎ投手として32試合に、登板26回に3を投げ、3勝1敗1セーブ、防御率2.70の成績を残す。オフにオーストラリアウィンターリーグに参加したが、登板は2試合、0回に3のみ。二千十七年は十六試合に登板し、5五回に三を投げ、 一勝二敗16セーブ、防御率1.29と最優秀防御率のタイトルに輝き、16セーブはリーグ3位と好成績を挙げる。10月26日に行われたプロ野球ドラフト会議にて、福岡ソフトバンクホークスから育成選手6巡目指名され、11月7日、新潟アルビレックス BC の球団事務所にて入団交渉を行い、 支度金300万円、年俸400万円で契約合意に達し、12月7日、福岡市内のホテルで入団発表会見が行われた。背番号は140。2018年は2軍公式戦では14試合に中継ぎ投手として登板し、一勝礼敗一セーブ、防御率1.42。 三軍戦では29試合で31回を投げ、勝ち負けなしの2つのセーブ、防御率1.45の成績を残す。シーズンオフの11月25日から台湾で開催される2018アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPBUS 単選抜に選出され、9試合で防御率1.00、1セーブ、2ホールドを上げる。二千十九年は、 2軍公式戦では16試合登板で14回を投げ、1勝1敗、防御率3.86。3軍戦で32試合の登板で32回1、3を投げ、1勝0敗4セーブ、防御率0.28を記録する。2020年8月31日、支配下選手契約を締結。背番号は48。二軍公式戦では十一試合登板で十一回、一 3を投げ、計7四球を記録したが、ヒア安打に、脱三振17、防御率0.00という好成績をマーク。三軍戦でも17試合登板で、防御率0.00だった。9月4日に一軍選手登録されると、同日の第1バロッテマリーンズ戦でプロ初登板を果たした。しかし、 デビュー3試合目となった9月9日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で左肘に違和感を覚え降板すると、翌日には登録抹消された。左肘じ体帯の一部損傷と診断され、左肘に PRP 注射を行ったことが明らかとなり、1ヶ月以上のノースロー調整が必要になることから、今季中の復帰は絶望的となった。結果的に、この年は1軍、2軍、 三軍のいずれの場所でも防御率0.00という記録になった。契約公開が行われた12月の段階で、60から70メートルの遠投やブルペンでの立ち投げができるまでに回復し、来年は一軍で40試合は投げたいトライ機の目標を掲げた。2021年1月より、ファーム施設でリハビリ組として調整を開始。 すでにブルペンでの投球も行えるように回復していた。サイドスローの投球フォームから最速時速143キロメートルのストレートと変化球はスライダー、ツーシームなど4種類を投げる。左打者の内角、右打者の胸元を突き、コーナーに投げ分ける制球力がある。2020年8月末に支配下登録の発表がなされた際、 10月に第一子となる娘が誕生する予定であることを明かした。無事に予定通り誕生したが、コロナ禍の影響で妻と娘は地元に新潟で、渡辺自身は福岡でと離れた生活を続け、生まれたばかりの娘とはなかなか会えなかった。2021年1月5日より家族3人での新生活を始めている。ありがとうございます。